ただいまより投票受付を開始します。いよいよ大詰めを迎えましたグランプリレース有馬記念、12頭がスタートの瞬間を待っています。さあ、あなたの、そして私の夢が走っています。あなたの夢は嵐か、それとも東海帝王か。注目の先行争いでありますが、花を切ったのは5番メジロパーマー、そして内からは大宅ヘリオス、12番レガシーワールド。注目の嵐と岡部騎手、1番人気の重圧をどのように跳ね返しますか。徹底的にマークしているライスシャワーと的場仁志、いやー、この男は怖いぞ、セクシーゾーン。そのうち東海帝王、ホワイトストーンがその後ろ、それからナイスネイチャー、岸勝、9番クリゲの馬体、ムービースターであります。そしてもう一頭レッツゴーターキン。流れるようにレースが展開されています。先頭を行く大宅ヘリオス、1馬身リード、ちょっとばらけてきました。これを追って5番メジロパーマー、そしてその後ろからレガシーワールド。嵐はこの辺り内を通ってライスシャワー、その後ろでやりましょうか。東海帝王、12頭第2コーナー右にカーブを取ります。外から1頭セクシーゾーン、内を通りまして1番ホワイトストーン、その後ろ3馬身くらいあってナイスネイチャー、キシマサル、ムービースター、その外にレッツゴーターキン。果たしてどの馬が夢をつかむのか。依然先頭2番大宅ヘリオスであります。まもなく第3コーナーに差し掛かります。それから5番メジロパーマー、そして3番手にレガシーワールド。嵐陣営が絶対の自信を持って送り出しました。さあ、気合はどうなんだ。内から1頭6番ライスシャワー。さあ、これは世紀のレース、世紀の一戦だ。先頭を行く黒い帽子は大宅ヘリオス。嵐が差を詰めてきた。懸命に手を動かして竹豊と岸勝、ここでは負けられない。嵐岸勝懸命に追う。最後はやっぱりこの2頭か。頑張る岡部と嵐快勝。この馬の力を本当によく知っている岡部騎手、お見事でした。確定しました。